無視してる、既読にしてない。本当かわいそうに、おまさん寂しいって昨日も電話切る時お知らせです。ただいまゲストに参加してくださる方、番組をやってくださる方を募集しております。いろいろと聞いてくださお問い合わせください。 CM バナースポンサー様のご紹介です。ペットサロンのうんぴさん、シンガーソングライターのハイラ様、身につけるだけで体感アップテラスパワー様、ペットの複合施設 DC キャッスル様、バリバリバーガーのブラジルフレッシュ様、いつもありがとうございます。ありがとうございます。以上のスポンサー様のおかげで焼津テレビが運営できております。以上ってことはもう始まっちゃうってこと。ゴールデンウィークじゃなく終わりましたね、特別企画第2弾、エラちゃんロープロープロープ、イエーイ、第2弾ですよ、ね、すごい。この間、ゴールデンウィークの最後の日に初めて番組をやらせていただいて、じゃあ次はいつがいいかな、夏休み前ぐらいかな、レジャーの前ぐらいでねって言ったら、まだ5月終わる前に第2回目のお声掛けいただきましてありがとうございます。よっよっ、なんかね、すごい、なんだろう、あのね、再生回数が私が思ったよりね、あってね、すごい嬉しくて、なんかウキウキしちゃうね、やっぱああいう数字って嬉しいもんだね。でね、でもね、悔しいのは、私の前にやってたね、番組のね、あれはどっちだ、どっち散歩だっけか、丸散歩だっけか、どっちだっけか、そう、あっちの方がやっぱね、回数多いの。やっぱちょっとね、メラメラメラってした。そう。みんなでシェアしてるもんね、あそこね。まあそれはいいとして、前回は、前回も今回もロープワークを皆さんに覚えてもらおうと思ってやってきました。で、前回やったロープワークなんですけど、簡単な8ノットと、これは常に覚えてほしい、みんなに覚えてほしいというボヤイ結び、ボーラインノットをやりました。で、もう2週間だったね。覚えてるかな、みんな。覚えてるかな、みんな。ね、じゃあ、8ノットやってみようか。ロープ、ちゃんともう今日短いの用意してきたからね。はい。いくよ。やって、作ってみるか。ちょっと待って。8ノットは、コマ結びをちょっと変形したやつでしたね。ロープの端っこを使って、コマ結びを作り、だけどコマ結びはこれだと固く締まっちゃってほどけにくくなっちゃうよって言ったね。そうだから、これにもう一つちょっと魔法をかけて8の字にするよって言ったの覚えてますか。つかちゃん見ないよ。あ、青木さんやる。なんでできないのこれ。こう8の字ブブー、つかちゃんブブー、これ、ね、こうやって、そうそうそう、そうそうそう、このまま入れたらコマ結びだね、よく言うね。これをここで入れないで、もう半周戻って入れて作ると8の字、8ノットです。そうそうそう、これいいです。そう、よーし、本当かな。あ、ちょっと違うんで、コマ結びだな、それは。わきちゃん、そう、これ8ノットですね。あ、8に見えるからね。そう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 、あ、なるほどね。でね、これ前回私がねじねじのロープワークはエラさん萌えのロープって言ったんだけど、これがね、ねじねじのエラさん萌えの白いロープです。で、今日ね、スタジオにいらしてくださってる皆さんには、この間使ったこのヨットのね、ロープ使ってもらってますけどね。はい、なんかね、マキちゃん手こずってます。1回2回でこう入れる、2回でこう入れる、2回半だよね、うん、
ちょっとね半分多いねマキちゃんね。行き過ぎた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 。そうそうそう。そう。ね8ノット。はい8ノットだけでね時間が過ぎてしまうので。もう一個もう一個覚えてるかな。つかちゃん消防やってた？消防やってました。あじゃあ棒ラインはできるかなもやい結びは。あもやいはできるかな。できるかな。できるかな。あこれダメなやつ。ワングレーズだろ。ダメなやつ。ギリギリ。もうね DNA だよねこの歌はさ。下はいあのテレビの前の皆さんには先にねこれですねもやい結び。スタジオの中が止まった。もう一回。はいまた書きますよ。ねこの前回書いたのだからだと分かんないからはい行くよグイブブーかなどうかなちょっと違うと思うな。いきますよ。こういう方向でやるってちょっと難しいよね。なんか考えなきゃね。輪っかをねとりあえずじゃあ私にかけるつもりでこれ真似しないでくださいね。これ首しまっちゃうからね。輪っかを上に重ねて作るのね。でこの短い方をしたでこの下を通って上からやってキュッこうなります。そう最初に作った輪っかにその行ってきたロープ行ってきたロープ帰ってきたロープが同じ方向に向かって。おいいのかな、うん、うん、いいみたい。そうそうこれねそうなんですよ。ロープってちょっとね分かりづらくなっちゃうのが結局ね紐のかかり方によってあもう落ちちゃう落ちちゃうかかり方によって結びが変わっちゃうもんでこのね結び目が本当はね短い紐じゃロープじゃない方にできてほしいんだけどこの力加減が変わるだけで輪っかが移動しちゃうんですね手品みたいに。こうするともう全然違うものになっちゃう。ね、こっちにこのロープ側に輪っかができるんじゃなくてこっち側にロープができてることが大事です。ね。これね観覧席の方もカメラが向いてるとすごく面白い絵が撮れる気がするね。固まってるマキちゃん。そう。合ってます。バッチリでさすがです。できてて欲しかった。なんでこの紐の先端は2つとも同じ方向に最終的に向くのかが分かんない。それは最初下から入ってきたけど下から通って下から通って最後は上から通るから上でこうやって回すじゃん。はい。だからこれを下から。下から通して。でもねそうやってるとね輪っかがなくなっちゃうだよね。輪っか消えちゃうだよ ね, かないね。そうそうやってるとどんどん違うものになっていっちゃうよ、ね、ということでね一朝一夕でできないもやい結びこれは毎回のあのオープニングのおさらいコーナーでやっていこうと思います。でこれ多分ねみんな真剣になるとね誰も喋れなくなっちゃうそうなもんでこの間ね、その8ノットって言ったちょっと簡単めな結びやったじゃないですか。今日は今度はねシートベントっていうそう紐と紐を結ぶ時ってまあ大体ね本結びというかね作ると思うんですよ。この結び方よくあるじゃないですかね。
これだとこうなっただけで簡単に抜けちゃうんですよ、ね、で抜けちゃわないようにするためにちょっと一工夫またね、この間のコマ結びじゃなく8ノットみたいなちょっと一工夫をした、似てるけど違う、これがねシートベントで、ここが一周巻きだもんで、これシングルシートベントって言います、ね、これだと多少緩んでも引っかかりがあるもんで、ストッパーがあるもんで簡単には抜けないんですよ。抜けないっていうのと、さっきのね本結びリーフノットって言うんだけど、リーフノットは同じ太さのロープを結ぶときには結構まあいいんですけど、でもつなげたいロープが太さが同じとは限らないじゃないですか。ちょっと短いな、長くしたいなって時に手元にあるロープがこれと、まあ極端な話この細いロープと、でそうなるとなんていうのかな、すごいねロープの力の差ができてしまうんですね。ね、明らかに弱そう。だけどこれをこの細いロープで巻きつける方に入れると結構しっかりめに縛れるんですね。で一周だと心もとないこの太さの違いの時にここで2周入れてやるともっとほどけにくい、ストッパーがかかって、これ2周回したのでダブルなのでダブルシートベントって言います。エラさんの首が締まっていく、そうやばいやばい。でもねこれはすごくいいです。うん、やったやった。基本はこうして、そう、あのね、あ、簡単な言い方で言うと輪っか作ります。この紐の端っこはどうでもいいです。輪っか作って人差し指を沿わせてください。でそこに輪っかの下から入れて指にかけて向こうに落とす、そうで、この輪っかの間から自分の方から自分の方からそう持ってきて、指が通ってるのと同じ方向に紐を入れます。まあ、じゃあそれは同じ方向とは言えないな。そう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 。でキューってするとシングルシートベントができます。おお、それは違うね青木さん。それは本結びリーフノットの方ですね。そう、まあどういう時がいいのかな、まあまあ紐をつなぐ時ではあるんだけど、釣りに行く時にあのロープの取っ手がついたバケツあるじゃないですか。あれに紐をねかけてこう堤防の上から水を汲みたい時に、まあそのまま結びつけたらもしかしたらほどけるかもしれない。でそんな時にこうバケツの手がこうやってあるじゃないですか。でその手をねキュッてしてシートベントにすると、ダブルにすると極端にこう使われますね。なりますね、うん、そう、うん、トリプルにしよう。いやでもね、それでトリプルがないってことはダブルで上等なんですよ、十分なんですよ。うん、もう勉強だったね。そうそう、これねいいですよ、これシングルシートベント。これはここがここが1周だからシングルだけど、ここを2周通してやったらこれはダブルシートベントになって、太さの違うロープをつなぎ合わせるときにいいです。うん、おー素晴らしい、うん、そうだからね、そう今日ね皆さんに持ってもらったこのロープあるんですけどね、ロープワークってね使わないと覚えないんですよ。そうだからいつでもあやとりをするようにいつでもロープワークで暇つぶしができるように、なんかねこのぐらいのロープをちょっとおしゃれっぽいね
あのキーホルダーにしたようなのをあのイベントとかでね、うんうん、販売プラスこう、うん、ワークショップみたいな形にしたらね面白いかなって思いつつも、うん、なかなかその機会がねないもんでまだね形にはなってないんですけど、いや絶対面白いと思います。そうそう、うん、でね、あ、そう紐をね、紐をね束ねるとき、紐はまあいいさ。今ね、今すごいいつも気になってるのが携帯の充電器、うんうん、充電器って中に線入ってるじゃないですか、うん、なんていうのか知らないけどああいうのってすごいギュッてしたりするとかぐるぐるぐるって巻くの良くないじゃないですか。だから私はいつもね充電器持ってくればよかったんだけど、いつも私はねこの充電器のコードに負担のないぐらいの大きさで、まあこれ太いからちょっと大きめで丸作ってるんですけど、輪っかを作ってでこのぐらい余ったのでこのちょっとくるくるくるって沿わせるような形にするとこの充電器のコードに負担なくまとめられるんですよ。なるほど、そうそうそう、いいですね、いいですね。それね多分ねぐるぐるあの細かくやりすぎちゃってるもんで不器用とかじゃないよ、大丈夫、ありがとう、うん、みんなこうマイクに乗らないぐらいの微妙な会話はねやめましょうね。そうですよ、そうですよ、放送中です、放送中ですから。放送中ってこれ講義を聞いてる感じだろ。そうそうそう、あいいねこれやろう、そう、うん、結構ねぐちゃぐちゃってなっちゃうじゃない。エラさん質問、はい、何でしょう。このロープは、はい、どこで買いました？これねネットで買いました。へー、あとねなんだろう、この辺だと釣り具屋さんだったりだとか漁具屋さんは結構あるんですよ。で、そうそう、私はそういうところが大好きで、そういうところでこっちのガツッザロープこのねネジネジのロープはそういう漁具屋さんで買ったんですね。だけどこれはこれもう売ってんのかな、でも見かけないからな。これねヨット、この間も言ったんだけど、うん、ヨットの操船に使うための紐なんですよ、うん、なもんで多分そのヨット用品ってこの辺ないでしょ。ねえねえ、そうジュパルにあるんじゃない、ロープコーナーあるかな、わかんない、わかんない、ワークマンとかないのかな。 ありそうだね、見てみるか ねえ、そうでもね、本当ね、なっちゃって、そう、あ、いいかもしれない。そう、なんかね、ちょっと好みのロープ、好みの色のロープなんかあったりするとね、すごい楽しいと思うんだ。え、もうそうこうしたらもう20分。嘘。早すぎる。ね。ね。ね。覚えた？覚えました先生。覚えました？あ、じゃあどうかな、どうかな。その下向いちゃってるロープ上向けて、これで聞けばいい。それで聞いてれば多分大丈夫。だけどな、ダメだな。じゃあゼロか100です。次は厳しい。ゼロか100です。そう、ロープの世界はゼロか100。命がかかってるからね。だからね、さっきは輪っかを作って作り方をやったんですけど、輪っかを作る作り方じゃなくて普通にね、それこそコマ結びを作るような感覚でさ、もうロープに輪っかにね紐が通ってる状態まで作れちゃうんですよ。そう、そうそうです。あ、素晴らしい。忘れちゃうね、忘れちゃう。何回も。そう、私さあ今日何回もやい結び作ったでしょうか。私も数えてないけど。なんだ。数えとけってね。後でね。そう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 。なんか、お、素晴らしい。あ、すごい。でもここのね、
この形はちゃんとこの形になっててほしいんですね。あ、じゃあ違うの？ちょっとねこうロープがねじれてたりするだけでここにかかってくる負担がすごい違うんですよ。でこの間も言ったんですけど、ロープワークってやっぱねほどけてまたさらの状態にして何度も再利用することが大事なので、あの負担がねかかるような結び方はなるべくというかねゼロなんですよ。違うんですよ。違うって言っていいのか分かんないけど、ロープワーク協会みたいなのがあるかどうかも調べてないけど、でもそのロープワークの人からは反するわけ、うん、そうですね。そうそうそうね。消防団員はみんな知ってるんですか？あの消防団の方々もありますよ。人命救助しないで。そうそうそう。でこれのもやい結びのちょっと変形したやつでこう二重になったやつに足かけて吊るされたりできるやつとかもあるんで、そうもやい班っていうよね。ん？もやい班。そうそうそう。うん。消防やってるんだよね。そう。できるよ、できるよ。できてる、できてる。できてる、できてる。本当？うん、ねでもねいいんですよ、かっこいいんですよ、もやあのもやい結びとかできたら、うん。早い。頭が悪いのかな、なんか一回やったことね、すぐ忘れちゃう。あでもね多分これ今やってまた家帰って忘れないうちにやらないともう次の日には覚えてないと思います。そうそうそう。そうだって覚えたい覚えたいって言ってる人が結局覚えられないまま来てしまうのはそれなわけで、私はねその生徒さんたちに教えるためには自分がやっぱり理解しなきゃだし、まっさらな人たちにあの分かるように伝えるってことはやっぱ自分がどれだけものにしてるかがすごい大事で、ずっと教えてたので多分今でもできるけども、もうその当時の同級生はできない人だっていると思います。そう私は水産高校の卒業生です。そうなんだ。はい、水産高校みんなこれできるんですか？あでもねあの1年生の多分最初にはこれをやってもらってると思います、全部の課で、うん、あ 今どうかな分かんないですけど、やっぱねあのロープワークとあとなんだカッターってわかります？あのねタイタニックで最後にこう救命ボートになったやつなんですけど、あれは多分1年生でやると思う、必修科目でやるんじゃないかなと思う。遠泳はね1年生の夏休みにね、あのどこのかも船に乗って伊豆のね田子とかあっちの方へ行って一泊する実習が今でもやってれば、そこで遠泳らしいことはやってるんですけど、でもねやっぱ今ねプール必ず泳げるわけでもないじゃないですか。小学校とかでね無理やりそんなにはやらせてないらしい話も聞いてて、もうやっぱね泳ぐことが普通な子も中にはいるので、そうやっぱね難しいですよね。水産高校だからやってほしいなとも思うんですけど、うん、昔なんかは本当小川から大崩れの方までね泳いでたって言いますからね。そういうのもねやってるところはやってるんですけどね、うん、小学校とかでもやってた。そうですね。でもね海ってね浮くんですよ、塩水だから、うん、そう。あ広すぎてね自分の位置が変わってない気がしますよね。あープールみたいにね何メーターってのがすぐ分かればいいんですけどね。そうもう5分5分前です。そう5分前だと次の番組のあれでしたっけ、次の番組は何、次の番組はあこれはい
ですね、名残惜しいですけれども、もう突然何突然何、そう、もうね、あと5分になってしまったんですよ。あと5分になってから5分経ったでね、もうね、エラちゃんのね、時間終わっちゃったんですね。あっという間でしたね。ってことで、次の番組 の、 あの宣伝、宣伝って言うな、ね、7時半からは庭師武田くんの天空の壺庭、ゲスト庭師、小谷仁一さん、ありがちですね、広和さん、おお、お広和さんですってが、次の番組です。はい。あ、そうだ。庭師ってことはあれじゃん。あの、垣根結びとかってやらないです？まあ、それはやりますね。ね、やりますよね。いいですね。はい、そう、そんなロープワークもあるんですよ。はい。すいません。ありがとうございました。